いいんだけど、このままじゃ靴を履き替えられないでしょ。神岡君には何か考えがあるの？さっきの図書室でのこと。意識不明事件に関係あると思う？分からないことだからって全部一括りにするのはいけないわ。じゃなくて、カウンターが壊れたのは何かしらの自然現象だと思う？私は自然現象だと思うんだけど、根拠はないわ。要するに私にもわからないってことで。だから今は考えないことにしましょう。良くないわ。良くないけど、事件は不可解さよりも重要度で調査すべきよ。それから神岡君、さっきみたいに腕組んでいこうよ。社の中でずっと組んでいたのは誰かしら？私はいいのよ。神岡君は嫌なの？ありがとう。部室でコーヒーを飲みましょう。どうしたの？行かないの？
星原さんが事件に関わっているという噂、ますます広がっているわよ。麻生さん、どうするつもりなの？どうするつもりって、私には関係ないことでしょ。私は星原さんのことを思って言ってるのよ。彼女、警察の事情聴取も受けたみたいだし。事情聴取なら私も上岡君も受けたわ。特別なことじゃないわ。でも事件が起きた時、星原さんは必ずその現場近くで目撃されている。だからそれも噂でしょ。噂といっても時間と場所と個人の名前が特定されているのよ。根も葉もない噂とは思えないけど。東百合さん、その噂の裏付けを取ったの？彼女が全ての現場にいたという確証もないのに犯人扱いするというの？誤解しないでほしいんだけど、私だって星原さんを犯人なんて思いたくない。でもね、個人名を挙げられて取り沙汰されているのは彼女だけじゃない。私はただ現象の真相を知りたいだけなんだ。彼女が犯人であるかないかは関係ないの。白黒をはっきりさせたいだけなの。分かったわ。だけどそのことと私にどういう関係があるというの？じゃあ率直に聞くよ。麻生さん、1年前に星原さんとの間に何があったの？今度こそ答えて。別に何もないわ。嘘ね。じゃあその前からある星原さんの噂についてはどうなの？彼女、屋上から飛び降りたのに次の日には普通に登校していた。バカバカしい。それこそ立ちの悪い噂の典型じゃない。そして飛び降りた翌日から奇妙な行動を取るようになった。知らないわ。それにたとえそうだとしても今回のことと何の関係があるのよ。その噂が立ったから彼女、周りから特別な目で見られるようになったんでしょ。だから今回も真っ先にいろいろ言われてるんじゃない。そしてその噂話にはあなたも絡んでいるわよね。私聞いてるよ。その間に何があったの？喧嘩の原因は何なの？そんな旗聞きのゴシップに付き合うつもりはないし、たとえ事実だとしてもあなたに説明する義務なんかないわ。麻生さん、どうして隠すの？このままあなたが黙っていたら星原さんの立場がますます悪くなることだってあるのよ。それにいろいろ言われているのは星原さんだけじゃない。あなたもその対象になっているのよ。何か知っているから何も喋らないんだ。もしかしたら事件そのものにも関係があるんじゃないかって。私にもわからないわ。あの、単なる噂で私も信じちゃいないんだけど、例えば超能力とか。
何よ、私だって信じちゃいないって言ったでしょ。だからあくまで噂だよ。噂が立って伝わっていくうちにどんどん大げさになっていったんでしょうね。わからないけど、やっぱり星原さんの雰囲気がそれっぽいっていうか。そうだね、原因が分かれば対策も立てられるよね。それが超能力だったってわけ？じゃあどこから星原さんの名前が出てきたのよ？1年前の自殺の噂、あれから星原さんをみんな特別な目で見始めた。そうね、私もそうだと思う。事件の本当の原因、真相って何なんだろう。わかったわ、今はそういうことにしておくけど、進くんの話だって仮説に過ぎないんだからね。それに星原さんと麻生さんが一緒になって何かやっているって噂があることも。ほら、みんな何見てんのよ。今回はもうおしまいだよ。お腹減った。アキちゃん、お弁当行こう。